霊夢さん始まってます。ついに来た、ニューガンダムブレイカー4。ガンダムブレイカー4です。ブループロトコルサービス終了決定。このタイミングでその報告する意味あったか？このタイミングでその報告する意味あったか？それも私言いました。そういったことでブルプロ査収報告の次の日に発売されたばかりのバンナム機体の新作。ガンダムブレイカー4やっていきましょう。ガンブレ4の発売直前にブルプロ運営がねじ込んできただけで、ガンブレ4でみんなはあわあ言うてるから今ならバレへんやろ。もうそっとしておいて差し上げろ。そんなことよりこのガンダムブレイカー4って、どんなゲームなんですか？ガンダムブレイカー4とは、大人気、ガンダムブレイカーシリーズの最新作。ガンダムのプラモデル。通称ガンプラを題材にしたアクションハクスラゲーなのです。霊夢さんの好きな室内剣って何ですか？敵のガンプラを倒して様々なガンプラパーツを集め、そのパーツを組み合わせてオリジナルのオレガンプラを作り、できたオレガンプラで再び敵を倒し、パーツを集め、また新たなオレ流ガンプラを作り上げてくのを繰り返すのです。でも、レジ袋有料化されても何も変わらなかったじゃないですか。そう、永遠にパーツを集め続けるのです。すべては、シュニドラ優勝のために、ショコラドルチェの方は、お食事の後にお持ちしますか？いいえ。ハンバーグプレートと一緒に持ってきてください。およそ300メートル先、信号を右折してください。あと今作ジオラマみてえなのも作れます。終わりました。流れ見てればわかるやろ。1ミリもわかんねえから聞いてんだよ。じゃ立ち位置戻って。了解。このビッグガンダムさんを倒せば。この GGST にも平和が戻ってゲームクリアやぞ。GB4 ですしまだストーリークエのクッソ序盤です。ミッションボス撃破でオタサーの姫も大歓喜。ゲームは3人までのチームで挑戦でき、ストーリーだと2人の NPC が協力してくれます。一応オンラインでの野良マッチもできるみたい。ただプラットフォームごとに分かれてるんで、Steam 版の霊夢さんだとマッチングは難しいかもっすね。クオレはバトアラの供養が蘇るか。ミッションで新しいパーツをゲットしたら、早速マイルームでアセンブルしましょう。とその前にショップも覗いときますね。ミッションクリアでゲーム内マネーの GP もゲットできるんで、ショップからパーツやボックスも購入可能。GB4 店員さんはみんなクソ川部屋がいたんやで。ガンプラボックスは機体のパーツ、武装がすべて入ってて、プリセットカラーも解放されるんでお得。じゃもうこのボックスだけ全部買えばパーツコンプできるやん。ただミッションで拾えるパーツにはレベルやレア度が設定されてるんで、ボックスのパーツで組んでもめっちゃ弱いのよ。なるほど。レアパーツ掘りのハクスラやり込み要素もあるってことやな。むしろハクスラ部分がメインです。お、新しいパーツ入荷しとる。ビルダーズパーツは見た目だけでなく、武器パーツを装備すれば戦闘でも攻撃に使えるんで、ブンブン買ってこ。おっし、ゲットした新パーツをわしのマーク2にアセンしてきますよ。息のいい星3ヒートホークが手に入ったんで、これは使いたい。武器パーツは基本左右の手に射撃と格闘を1種ずつ持たせられるんで、最大4種の武器を使用可能。また、パーツによっては強力な EX スキルがついているものもあるんで、ミッションで有利になるぞ。EX スキルってなんすか？いわゆる超必殺技やウルトみたいな感じのスキルで、通常攻撃で貯めた EX ゲージを消費することでぶっ破できるやつっすね。ああなるほどね。購入したビルダーズパーツのクラッカーも腰にひっつけとこ。武器パーツの場合はオプションスキルとして使用でき、こちらは通常の武器と同じでクールタイムごとに使用可能。強力なスキルオプションのついたパーツをアセンブルすると攻撃手段が増えるんで、パーツ選択時の基準になるよね。バッキャロー俺ガンプラは見た目が命やろがい。見た目で選ぶか、性能で選ぶか、それもまたアセンブルの楽しみでもあります。ウォッシュレイダムマーク2もアップデートしたんで、ストーリーミッションの続きやってくで。ベアッタイかわいい。ミッションによってドロップするパーツも違うんで、欲しいパーツがあれば同じミッションを周回するもよし。まあとりあえずは適当アセンでストーリー全クリ目指せばええやろ。レベルカンストしてからパーツ厳選始めるのがセオリー。もっとストーリーネタバレなるんでここはカットで。続きは自分で買って確かめてくれ。ゆっくりレイム、レイダムマーク2。いきます。カタパルト発艦シーンもちゃんとあります。やっぱ自分で組んだ機体をこうやってしっかり見してくれるのはテンション上がるよね。ゲームプレイだけでなく、作って鑑賞する部分もガンプラゲーの楽しめる要素。この後このオタサーの姫にわしらのクランめちゃくちゃにされます。偽情報流すのやめてください。ルール説明始まるまで動けないのを狙ってのオープニングぶっ破卑怯。今回のルールは特定の中ボス機体を倒せばクリアになるみてえっすね。卑怯な手しか使えないお前らは、すでにパワー負けしている。くらえクラッカーボレー。うんこれ弱いな。普通に格闘で殴った方が早い。ともかくリーオーたちをぶっ壊してパーツ回収やぜ。ここで画面右下にある2種のゲージに注目。上の青いゲージがヒットコンボ、下の赤いゲージがブレイクコンボ。これはそれぞれどういう意味あるんすかね？ヒットコンボは短時間でヒット数をつなげるほどゲージが溜まり、ゲージが溜まるたびに攻撃力が上がるってメリットがあります。つまりコンボつなげるほど火力も上がるってよくあるシステムね。ヒットコンボは連射力の高い射撃武器だと溜めやすい傾向。でブレイクコンボの方は、敵を倒すと赤ゲージが満タンから徐々に減っていき、ゲージがゼロになる前に次の敵を倒すことでコンボが増えてくシステム。つまり連キルコンボってことね。ブレイクコンボ数が高いほど、敵を倒した時のパーツドロップ率が高くなる効果があるんで、パーツ集めでは非常に大事。一撃火力の高い格闘系の方が、ブレイクコンボを貯めるのに適してます。ヒットコンボとブレイクコンボ、両方貯めるのが理想だけど、相反する性質なんで、それはなかなかに面倒。じゃどっちのコンボ貯めればええんや？このゲームのミッションは3ウェーブ制。1、2ウェーブでは主に大量の雑魚敵を倒し、3ウェーブ目で HP の高いラスボスが出てくるシステム。そこで1、2ウェーブ目では格闘をメインに雑魚敵を素早く倒していき、ブレイクコンボを稼いでドロップパーツを狙う。硬いボス1体を倒す3ウェーブ目では、射撃武器でヒットコンボを稼ぎ、火力を上げて一気にボスを倒すのが理想。なるほど。序盤の雑魚敵は格闘無双して、ラスボスは射撃チクチクで火力上げてから倒すってことね。ただこれはセオリーの話なんで、格闘好きなら格闘だけ、射撃戦好きなら射撃武器のみでも OK ですよ。ってことで格闘ブンブンガンブレ無双で2ウェーブ目までクリア。りんちゃんもご機嫌やで。そしてラスボス戦の3ウェーブ目スタート。どんなラスボスが待ってるのかな？出たーハシュマルやないかい。鉄血でおなじみの巨大無人モビルアーマー。SD ガンダムバトルアライアンスでは、こいつ倒せなくて苦しんだプレイヤー多数私で。原作の性能からか。こいつはゲームだと強く設定されるイメージあるんよね。だがわしの華麗なる空中格闘コンボでキャーン言わしたるで。ボス戦は射撃でヒットコンボ稼ぐって話どうなりました？ケースバイケースやろがい。現場では臨機応変に対応しる。結局何も考えずに戦ってるんやなって。だがやっぱ危険なので遠目から安全 B ライ作戦に変更。ボスは近すぎると高火力の大技とかぶっ破してくるんで、初心者目線からも遠距離射撃戦がおすすめ。やばい、なんか来る。あ、なんか変なボタン押しちゃった。このゲーム操作がめちゃくちゃ多いんで、まだ完全に理解してません。あれ、これロックオン変更するのってでやんだっけ？確かタブキーをしながらマウスホイール回転です。そんなクソめんどくせえ操作とっさにできねえよ。距離取って強引にロック外す。おい、今度ロック尻尾に行ってんじゃねえか。ボス戦は多分ロックオンカメラよりプレイヤーカメラにした方がやりやすいかも。ごめん、何言ってんのかわかんない。だからチュートリアルちゃんとやっとけってあれほど。とにかくこのゲーム操作がめっちゃ多いんで、覚えるまでがしんどい。逆に一度全部覚えれば快適になりそうではある。おー、これがジオンの力。最大溜めチャークで一気に体力減ったで。よっしゃ、これはいけそうやぞ。なんこのバリア。どうやら体力半分まで減るとバリア貼るみてえっすね。体力バー下のバリア HP をゼロにしないと、ハッシュマル本体の HP を削れないみたい。しかもまだ体力バー4本分残っとるんやぞ。うわ、この爪弾みてえなのめっちゃ痛い。ここは EX スキルのアーマーリペアで回復。死ぬんですけど。安心性 EX スキルゲージはたっぷり余っとる。何度でも回復したらんかい。やっぱ今回もハッシュマル強えな。なんやかんやで最後もフルチャージアックス残で気持ちよくハッシュマル粉砕。やったぜ。しかしタイムは5分超えでランク S 逃しちゃいましたね。まあクリアできれば OK よ。ってことでガンダムブレイカー4、触ってみた感じは好印象。難易度的にはちょうどいい緩さだし、ハクスラ要素もかなりありそう。アセンブルで理想の俺ガンプラ組むのも楽しいんで、アクションハクスラゲーしなくても時間解けるなこれ。こういうのでいいんだよ、こういうので。つうことでまた次回。